ここからは、延岡市政姿勢タイムの時間です。この時間は、延岡市の提供でお送りします。今回は、高血圧予防に関する減塩の取り組みについて、健康長寿推進室の小原大輔さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、まずは減塩ということですが、昨年度もこの番組において、健康長寿の取り組みの一つとして、 高血圧予防のための食事をご紹介いただいたかと思うんですが、今年度は減塩がキーワードになるんでしょうか。はい。えー、延岡市健康長寿推進市民会議では、1に運動、2に食事、3にみんなで健診受診をスローガンに、健康長寿のまちづくり、市民運動に取り組んでいます。特に、高血圧予防のための食事の取り組みを始めて、今年は3年目の節目になります。そこで今回は、高血圧症の発症と関係の深い、 塩分摂取に焦点を当てて減塩に取り組んでいくことになりました高血圧は心臓や脳血管の病気につながっていく怖い症状です厚生労働省の統計によりますと高齢者の医療費で一番多くを占めているのは高血圧とそれに関係する病気になっていますただ食事などの生活習慣に気をつけることで予防することができる症状でもあります なるほど、減、まあ、塩といえばお料理で使用する塩を減らすというイメージなんですけれど具体的にどれくらい減らせればいいんでしょうか、はいえー、平成25年に行われました国の調査では日本人は1人1日あたり 9.8g の塩分を摂取しています、はい、少し前の調査になるんですが平成23年に延岡市の方で同じように、えー、健康栄養調査を実施しているんですがこちらでは 1,、えー、1人1日あたり 9.9g の塩分を 摂取してていいいるという結果が出ています少しずつあの全体的に減ってはいるんですが、はい、日本高血圧学会では1日に摂取、えー、する塩分を 6g 未満に抑えるようにということで推奨していますので、はい、今ご家庭で使っている塩分の量これを3分の2ぐらいにの、えー、減らしていく必要があります、はいえー、6グラムの目安としましては醤油大さじ2杯これがですね塩分や約 5g 摂取したということになっています。あのお醤油大さじ二杯で塩分五グラム。結構ね、すぐに取ってしまうような感じがしますね。そうですね、なかなか大変な数字です。はい、これだけの塩分をただ減らすということになりますと。味付けもだいぶ変わってきますので。はい、ただ塩分を減らすというだけだと我慢するということになりまして。いくら健康にいいことだと言って、始めてしまい、始めてしま、えー、始めましても。なかなか長続きしないと思います。ですね、はい。そこであの市民会議の方では我慢せず。 無理せずおいしく気軽に減塩ができるような取り組みを今後進めていきたいと考えております、はい、じゃあおいしく減塩ということですがどうやったらおいしく減塩することができるんですかはい、えー、まず1番目はだしを使うことになりますだし、えー、に含まれていますうまみをたくさん使えば塩分を減らしても味をカバーすることができますただあの市販の、えー、売っているだしの素、まああいったものはもともと塩分を多く含んでいますので これも減塩タイプのものが今出ていますので減塩タイプのものを使うことが効果的ですもちろんあの鰹節ですとかそういった天然のだしを取っていくそういったことをしますとまたさらに減塩の効果があります、はい、平成23年の先ほどの調査では延岡市民が一番塩分を摂取しているのは調味料からという結果が出ています醤油などを使う場合はかけて食べるよりもつけて食べる方が醤油の使う量をコントロールすることができますので、えー、おすすめになっています、はい まあただ、塩分を減らしても、美味しいからといって、たくさん食べ過ぎてしまったら、結局のところ、最終的に取ってしまう塩分は多いということになってしまうので、美味しくても食べ過ぎにはご注意いただきたいということで、お願いしたいと思います。そうですね。まあ、食べ過ぎは良くないということですね。そして、うまみを使うことが大事だというわけですね。<laughs> はい。それ以外にも、酸味や香辛料、こういったものを使えば、塩分に頼ることなく味付けをすることができますので、 ご家庭の方でもいろいろと、まあ、どんな味がうちに合っているのかということを試していただきながら、減塩に楽しくチャレンジしていただければと思っております。はい、では、具体的にはどのような取り組みを行う予定なんでしょうか。はい。えー、これまでも食生活改善推進さんという方々が、えー、ご家庭の味噌汁の塩分測定会などを各地の公民館などで行っていました。えー、今後はこれらの活動をもっと広げていきたいと考えています。また、減塩料理の講習会ですとか、減塩味噌汁の試食会、 えー、減塩メニューの提供、こういったところを、えー、行いながら、皆、えー、延岡市民の皆様に減塩の取り組みを進めていきたいと思っております。えー、さらに今回、えー、毎月6日を延岡減塩の日と定めて、 減塩について広く PR して,いて、えー、していきたいと考えております。はい。あの、毎月6日、6日ではなく6日なんですね。すね6日ですね。はい。延岡減塩の日というわけですけれども、はい、これはどうして6日なんでしょうか。はい。えー、先ほど、日本高血圧学会では、1人1日の塩分摂取量を6グラム未満に抑えるよう推奨しているということで、ご紹介をさせていただきました。この6グラムという数字の6という数字にちなみまして、今回、毎月6日を 延岡現令の日として定めたところです。ああ、なるほど。はい、今月がちょうど6月6日が6月6日というわけですから、はい、ちょうど6が揃いますよね。はいはい、そうですね。えー、実はあの6月6日土曜日なんですが、えー、この日の午後6時、えー、さらに6が一つ揃うんですが、えー、この日のカルチャープラザ延岡多目的ホールにおきまして、 延岡減塩の日のスタートイベントを開催する予定にしております。はい。減塩の日のスタートにちなんで、6月6日の午後6時からイベントをされるということなんですが、どんなことをされるんでしょうか。はいえー、今回、九州保健福祉大学薬学部の佐藤慶三先生をお招き,、えー、お招きしまして、減塩の大切さについてご講演をいただく予定になっております。また、その後、市内各地で健康に関する劇をし,たり、えー、していただいております、 信岡元気会という団体さんがいらっしゃるんですが、えー、この元気会の皆さんによります減塩に関するクイズ大会を予定しております、えー、クイズにはたくさんの商品を予定しておりますので堅苦しくない楽しいイベントにしたいと考えております、はいえー、商品も用意されているということですがどんなものを予定されてるんですか、はいえー、参加賞につきましては減塩しょのサンプルとメニューカードということで予定しております、はい またあのクイズ大会の商品なんですが、えー、まあ中身については当日のお楽しみということにしたいと思っているんですが、はい、一応あの1等5本、えー、2等20本3等60本ということで85本、一応今のところ用意しておりますのでぜひあの皆さんたくさんご参加いただいて商品をゲットしてお持ち帰りいただければと思っておりますかなりの数用意されているということですから、はい、まあ皆さんにねどんと持って帰っていただきたいと思います。 6月6日ですから、まあ6月7日からぜひ取り組んでいただければと思っております。それではイベントの時間と場所を改めてお知らせします。日時は6月6日土曜日午後6時から7時30分まで。場所はカルチャープラザのベオ1階の多目的ホールです。九州保健福祉大学薬学部の佐藤慶三教授による 原縁に関する講演やお楽しみクイズなどが行われます。参加費は無料で、参加の申し込みの必要はありません。問い合わせは、延岡市健康長寿推進室、電話22-7088、22-7088番までお問い合わせください。 ぜひ多くの方にご参加いいたただきたいですね今回のイベントにつきましては事前の申し込み参加費の方も必要ありませんのでぜひあの皆さんにお越しいただきまして一緒にこれから減塩の取り組みということで、えー、健康長寿のまちづくりに取りり組んでいただければと思っております、はいえー、今回は高血圧予防に関する減塩の取り組みについて健康長寿推進室の小原大輔さんにご紹介いただきました。 ありがとうございました。以上、のべおか姿勢タイムお届けしました。